それじゃあみんな、今週の家事の当番を決めるね。料理当番、洗濯当番、掃除当番、それぞれいつも通り網田くじで曜日と担当を割り当てよう。はい、分かっちゃいるけど気が進まねえんだよな。家事当番か、めんどくさいな。これさえなかったらな。やらないといけないのは分かっているけど、本当ならレッスンに当てられる時間なのにな。そうだね、そろそろあの稲本さんが新しい課題を持ってくるんじゃないかな。だとしたら今からレッスンに集中してコンディション整えておきたいよね。でも家事をやらないとみんな生活できないよね。生活が荒れてパフォーマンスが安定しなくなったらそれも問題だ。はあ、屋敷では料理洗濯掃除は優に及ばず、全ての家事は守屋が務めてくれたというのに。俺は家事はそこそこ得意だからそんなに苦じゃないけどね。そこそこどころか誰よりも上手ですよ、咲夜さん。でもそのせいでよく女の子に敬遠されるんだよな。財布に割引クーポン入ってたらそんなにダメなのか。タイムセールの時間くらい気にしてもよくない。クーポン、タイムセール、それは家事に関係あるものなのか。あるよ、一番大事っしょ。で、坊ちゃんには分かんないか。チャラ男に分かって私に分からないことなどあろうはずがなかろう。卵買うとき、スーパーとコンビニどっちで買う。特別な餌で平地買いされた独自品種の鶏卵を仲介業者が届けてくれると守屋が言っていた。坊ちゃんには絶対分かんねえ。なんだとチャラ男。まあまあ、とにかくまずは今週の家事の当番を決めよう。いつも通り網田くじを作るから、くじを引く順番を決めるためにじゃんけんをしよう。いや、ちょっと待った。今度は何、仁太郎。今回はちょっと違う決め方しないか。そうだな、例えばトランプとか。トランプ、クック、トランプ得意、ポカフェイス上手。本当に？クックはすごく顔に出そうな気がするけどな。でもどうしてトランプなんか。いいんじゃない、ナコム兄さん、たまにはこういうのも。毎回網田くじだと偏って不公平が出るかもしれないしね、太陽。おお、みんなが良ければそれでもいいけど。僕賛成。あ、僕も。僕もたまにはそういうのもいいかな。お、無口も賛成か。そうか、やっぱそうだよな。まだ答えてないんだけどってのは置いといて、さてどうして仁太郎が急にこんなことを言い出したかというと、それは今朝のことに遡るのだった。八百長し、声がでけえよ無口。いつも声小さいくせにバレたらどうすんだよ。そういう仁太郎の方が声大きいんだけど。八百長って家事当番を決めるのズルするってことですか。気に入らないな。自分の役割を放り出して楽をしようだなんて。ミオもそう思うだろ。え、ああ、それは。んなことするわけねえだろ。無口は俺がそういうやつだと思ってるのか。まだ何も言ってないのに、なんで。ちゃんと自分の仕事はするよカズ。ただ少し仕事の割り当てを適切にしたいだけなんだ。それって今は適切じゃないってこと。思い出してみてよ、今までの生活、いろいろと問題があったと思うんだ。確かにカズは仁太郎の寝言がうるさくて眠れないって言っていたな。仁太郎さんが散らかした本をうっかり踏んで足が痛かったです。仁太郎が洗濯物の乾燥を忘れて雑巾みたいな匂いになったこともあったよね。つまり全部仁太郎が問題の発端っていうことか。そうそう、全部俺が。ってちげえよ。掃除や洗濯は多少下手でも我慢できんだからよ。それはつまり我慢が難しい問題があるってことですよね。それって料理。そう、料理が下手だと毎日の食事が辛くなる。な、大問題だろ。そうだよね。仁太郎が料理当番だった時、朝昼晩3食卵かけご飯だった時は悲惨だったよね。まるで蛇になったような気分でした。あれは二度と避けたい。やっぱり問題は仁太郎か。ちげえって、
つかちゃんと食えただろ卵かけご飯。問題はちゃんと食えない飯のことだよ。おめえら太陽の黒焦げパンケーキを食いたいか。確かにあれは悲惨でしたね。僕はまだいいんだ、我慢すれば。でもナゴム兄さんが心配だ。レッスンで体力を使うのに兄さんにここの悲惨な食生活を続けさせるのは耐えられない。あれ、カズはナゴムと仲直りしたの？この間までよそよそしかったよね、二人とも。別に兄さんとは何もないよ。とにかく僕は兄さんの食生活を守りたいんだ。そこで俺たちが人肌に温めようってわけだよ。人肌脱ごうだろ。つまり僕たちで食事当番のくじ引きを八百長しようってことですか？おう、誰も反対はしないよな。そういうわけで家事当番をズルして決めることになったのでした。それじゃあカードを配るよ。エースからキングまでとジョーカーの合計14枚。強いカードを引いた人から順番に家事をやる人を推薦するってルールで。カズが強いカードを俺たちに配って料理が得意なサクヤを料理当番に推薦すればバッチリだぜ。みんなカードは回ったかな？それじゃあ一番強いカードを引いた人。はいはい、俺。え、サクヤが？なんで？ちょっとカズ、サクヤには一番弱いカードを配るはずじゃなかったの？配ったよ、一番弱いカード。それじゃどうして？だって、おい、ジョーカー。え、ジョーカーは外れたから一番弱いんじゃ。え、違うよ。違うね。違います。違う、もう。ちげえだろ。どうして？あれ、俺もジョーカーは一番弱いって思ってたんだけど。ああ、飛龍家のハウスルールやな。もしかしてジョーカーが一番弱いのってうちだけ？そんな、まさかの飛龍兄弟トラップ。さて、俺が好きな人を推薦すればいいんだよね。料理当番は3人か。それじゃあ一人目は太陽くん。ね、俺。二人目はアグリちゃん。僕何にもできないよ。三人目は坊ちゃん。私がだと？そう、みんなお料理頑張ってね。はい、それじゃあ頑張ってパンケーキ焼くよ。どうしよう、今まで僕が当たった時って他の人の手伝いだったけど、今回って。今まで私は食べる係専門だったというのに。手伝いようがないよ。最悪だ、ごめんよ兄さん。どうしてカズが謝るの？それは。それじゃあ次の人、2番目に強いカードを引いたのはジョーカーの次と言ったらエースだね。エースのカードを持っとんの誰？私です。ってどう？なんであんたが引いてるんだよ。さあ、いつの間にか配られたもので。おかしいと思った。ちょうど14枚配ったら僕の手元にカードなかったから。普通そこで気づかない。私が来たのは他でもありません。皆さんに次の課題のお知らせです。皆さんには新しい MV を制作していただきます。 MV？ この間発表したばかりなのに。今回の楽曲はそれぞれ違ったイメージの3曲になります。それを3つのチームに分かれて撮影します。いっぺんに3曲とはまた豪勢やな。前は2チームだったのに今度は3チームで。何チームに分かれようが関係ねえ。俺のライバルは丸メガネ、おめえだけだからな。分かってる、勝負するのは同じ担当カラーの相手だけなんだから。3曲か。今度はどんな MV になるんだろう。チーム分けによってはグランツの投票は運に左右されるかもね。運？どうして？曲によって目立ち方が変わるかもしれないだろう。おう、前回はみんなで考えて振り付けを入れ替えてアレンジしたから不公平な感じはなかったけど、今回は曲によって有利不利があるかもしれない。その心配はありません。おう、ではメンバーの振り分けを発表しましょう。
チーム AT は太陽さんとスバルさん、カズさんとレオンさんの4名。同じ赤担当の太陽とスバルと一緒に、白担当同士のレオンと。なるほど、そういうことか。チームクラシックはナゴムさんとクックさん、一斉さんとミオさん、シオンさんとジンタロウさんの6名。丸メガネと一緒かよ。ジンタロウとナゴム、クック一緒。そうだね、一緒だね。今までなかった組み合わせやな。これってどういうこと？チームサイバーはアグリさんと双葉さん、サクヤさんとレイさんの4名。今回は一緒だね、双葉。よろしくお願いします、アグリさん。そんで俺たち紫同士一緒ってことか、坊ちゃん。そのようだな、チャラ男。以上が今回のチーム分けです。全員同じ色担当同士が同じチームに。確かに曲による不公平はないけど、今回グランツは同じ楽曲で競い合う僕たちを見て投票するってこと？同じチームになったメンバー同士で競い合うってこと？いや、それは違うんじゃない？え、競い合うんじゃなくて協力し合うってことじゃないかなって。協力し合う？その通り。同じ一つの作品のためにライバル同士互いに手を取り合うということだ。最初の課題だってそうだったじゃない？別に難しいことじゃないよ。うん、ただ良いパフォーマンスをすることに集中するだけでいい。すごい大人。さすが最年長のお二人ですね。そうそう、つまり今まではライバルとぶつかり合ってきたけど、今回は長いものに巻かれ合うってことだ。気の利いたこと言おうとしたんだろうけど、そのことわざ間違ってるからね。え？撮影は2週間後の予定です。それでは皆さん頑張ってください。同じ担当カラー同士で MV か、なんだか面白そうだよね。悠長だな。え？同じ MV で一緒に踊るということは、それだけ比較されやすいということだ。そういう見方もあるね。今まで以上にシビアな投票になる。MV、みんな、パニャニャン。ああ、パニャニャン、クック。ジンタロウ、今回は床にテープを貼らないのか？陣地だとか言って。他のチームはライバルじゃねえからな。俺の相手は丸メガネ、おめえだ！そない生きらんと。あの案内人の思うツボや。どういうことだよ。わざわざライバル同士一緒にされたんや。そこんとこ考えな。な、試されとるんよなあ、ミオくん。え、今の何の同意？もしかして圧？怖い怖い。今までの課題ってさ、なんか腑に落ちないのが多かったんだよね。うん、課題によって私の何を測ろうとしているのか分かりかねていたが、今回は実に分かりやすい課題だ。ライバル同士でもちゃんと力を合わせることができるかどうか、これでしょう今回のテーマは。あ、そういうことですか。プロになれば気に入らない相手とでも一緒に仕事をしなければいけないことなどいくらでもある。そういう時でもベストのパフォーマンスができることが重要。それを試される課題だって分かっていれば何も迷うことなんてないよ。ええ、そうですね。僕たちチームサイバーは一番大人の二人がいるから安心だね。はい、無理をしないでまっすぐ頑張りましょう。では我々の課題となる MV の構成を覚えるとしよう。稲本さんがくれたこのビデオに歌とダンスが入ってるって。まずは見てみようではないか。へえ、こういう曲か。歌詞もなかなか良いではないか。激しいね。結構動きますね。あ、ここからサビですね。ここ
すごくアクロバティック。てっぺんに上がるのかっこいいですね。うん、これ目立つよね。このダンスいいな。踊れるようになりたいです。うん、絶対。こんな感じか。なるほど、私にふさわしいダンスだな。私が舞い踊るとグランツが歓声を上げるのが目に浮かぶようだ。早く踊りたい。練習しましょう。うん、そうだね。それじゃ、誰がどのパートを踊るか決めないとね。当然、この一番上に上がって目立つパートは私の担当だな。え？それは俺っしょ。何を言う。最も華やかで美しい私が一番目立つパートを舞い踊るのが道理というものだろう。いやいや、このパートは体の柔軟性や運動神経が求められるでしょ。このメンバーの中じゃ俺が一番じゃない。華やかさでは私が最も優れている。動きは俺の方が合ってると思うよ。それくらい私だってできる。俺だって見た目は悪くないけど。悪くない程度ではダメだ。チャラ男、一番でなければ。ならパフォーマンスで一番の俺だね、坊ちゃん。いや、ふさわしいのは私だ、チャラ男。いや、俺だね、坊ちゃん。っていうか、そのチャラ男っていうのやめてくんない。みんなチャラ男と言っているではないか。坊ちゃんに言われるとなんかもやるんだよね。私もチャラ男に坊ちゃんと呼ばれるとイラッとするので、お互い様であろう。そりゃお互い様だね、坊ちゃん。二人とも競い合わずに協力するんじゃ。いつも通り仲良く話し合うって。俺は協力的だけど。私はこれがいつも通りだ。へー、大人の対応の二人は一体。ねえ、アグリちゃん、双葉っち、このパートは坊ちゃんよりも俺がやるべきだと思うだろ。え？いや、チャラ男よりも私が適任だと思う。そうだろう、二人とも。それは遠慮なく答えていいよ。嘘偽りなく思ったまま答えたまえ。さあ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 。どうしよう。さあ